皆さん、最近歩いてますか？散歩っていいですよ。さあ、散歩に出かけましょう。今日の散歩は、立川です。この立川には以前4年ほど前に一度来てるんですが、今日は反対側のこの南側を歩いてみようということです。まずこの駅の前の賑やかさは、まあ昔の立川をご存知の方にはびっくりすると思うんですけども、どちらかといえば、こちら側にはまあその昭和の時代を感じるものがまだいくつかあるんではないかなということなんですね。駅前のこの凄さ、すごい様子が見えますかね。いやー、すごいね。この番組はテレビショッピングのハピネスクラブ、メットライフアリコアートネイチャーがお送りします。今日は西東京の緑豊かな町市川をお散歩。神谷さん、これはちょっと面白そうですよ。立川のオリジナル和紙、その意外な素材とは。綺麗なもんだね。僕ら子供の頃はこれがコロッケだよ。これぞコロッケ。じいさんがそこまで絶賛するわけは、現代風じゃないか。現代風じゃないコロッケ、うん、そうこれいいね。これ見たことないですね。ないね。手作りのぬくもりが伝わる竹製の便利グッズ、じっくりと眺めたじいさん思わず、かわいいね。さあ、今日も散歩に出かけましょう。まあ、こういう立川になるまでにはやっぱりこの戦後のまあいろんなことがあった町だと思いますね。それだけね、あの逆に今日歩いてみる方にはその昔ながらの立川があるかもしれませんよね。はい、今日は4年ぶりに立川駅からお散歩。前回は駅の北側を歩きましたが、今回は南に向かいます。じいさん、どんな違いを感じるんでしょう。楽しみですね。あ、これ綺麗に咲いてるね。ねえ、こっち行ってみよう。にぎやかだね。神谷さん、これはちょっと面白そうですよ。こんにちは。ちょっと入ってもいいですか？いや、こちらはあの和紙のお店ですか？そうなんですよ。はい、いろんなあの和紙がこの狭してありますけど、これはあの全国のいろんな和紙があるんですか？全国の個性的な個性的なあの職人さんのを集めてるんです。ああ、そうですか。こんなにあの綺麗で、面白くて、楽しい紙ないですよね。この辺り独特の紙というのもあれなんですか？はい、それはですね、この立川で、あのウドが有名なんですね。あ、はい、あの地下に掘って、はい、あの僕らもこの番組でも何年か前にウドを作ってるところがあったんですが、はい、あのウドですね。東京ウド。そうそう、
4年前にお散歩した時、立川名産のうどをちいさん地下に潜って見せていただいたんですよね。すごい美味しいね。あのうどラーメンっていうのを立川にあるんですよ。麺の中にうどが入ってるってこと？具として、あ、具として、はい、その残った皮を、私どもがもらって紙をすいて4月から発売したばっかりなんですよ。それがうど和紙っていう。うど和紙、はい、早速そのうど和紙を見せていただくことに。あ、こちらに並んでいるのがそうなんですね。一体どんな和紙なんでしょうか？あんまりこれ全部やってしまうと書けません、あのうるさいうるさい感じなの、ね、ここに字を書くような場合にはこのぐらい隙間があった方がいいというか、そうです、ね、残しているのがいろいろあるという、はい、一枚一枚違うわけですね。違うわけです。綺麗なもんだね。白にあのうどのやや渋いだろう、あの茶色いところ、はい、それが逆に生きてますよね。そうです。他のものだとなかなか出ない味ですよね、うん、うどのこの和紙を思いつかれたってのはなんてご主人が始まった。これはやっぱり立川にいればね、うどにうどに出会うから。うどのお菓子立川にいなくたってうどには出会うけどさ、でもあれ立川にうどがたくさんあるの、たくさんあのお菓子とかね、いっぱいあるわけですよ、だから紙でも何かできないかな、だからそんな風にして紙とかって生まれるんだね、新しいものね。だからどん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 あの進化するわけですよね、僕らもいろんなもうお店行ったんですが、こんなあのたくさん和紙を置いてるとこ初めてでした。ああ、そうで、ありがとうございます。はい、どうもこちらこそありがとうございます。こんにちは。あら、どうも。あら、はい、おー、この看板がね、看板がちょっと素敵じゃない？このコロッケロースとんかつってちょっとさ、古めかしくてちょっと面白そうだね。こんにちは。あら、お母さん、こんにちは。こちら美味しそうなお肉屋さんで。食べてください。はいはい、なんかいただきます。あ、こんにちは。 こちらの看板見ただけで、あ、子供の頃の肉屋の看板だなって思うような看板があったけど。分かると思うよ。分かると思う。昔のいいコロッケ。昔のいいコロッケ。うん。あ、じゃあ現代風じゃないから。現代風じゃないコロッケ。うん、そうそうそう。そんなのが。人間も現代じゃないから。いや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 、じゃあもう食べさせてもらいましょう。コロッケを、コロッケあげてくれるお母さん。はい。ご主人自慢のコロッケ、揚げたてですね。いただきます。これをソースも何もしないで。もちろんもちろん、あのね、昔からのそれこそ油まで昔からだ。いかがですか？あのラードで揚げてるんでね。もう何にも言わない、これ今お父さんが言ってる意味はもう十分この味でわかる。僕ら子供の頃はこれがコロッケだよ。じゃがいもの水分よく分かった、ね、もうね、おやじさんね、余計なこと言わなくていい。本当のことで言うとね、いや、本当にこれうまい。昔のこのコロッケの中にあるじゃがいもの味がプーンとするよ。どうも大変ごちそうさまでした。はい、お母さんごちそうさまでした。どうぞお元気で。よろしく。また、はい、気が向いた時に呼んでください、はい、ありがとうございました。はい、ごちそうさまでした。よろしく。どうもありがとうございました。ありがとうございました。面白かった。素敵なご夫婦の昔ながらのコロッケに大満足。ちいさんさらに南に向かうようですよ。
立派な神社だな。これか。ああ立派だな。諏訪神社。じいさんお参りに。ああ立派な神社ですね。この木は何ですか。あれは何の木ですか。ちょっと見てみましょう。ケヤキですか。はあ、これはすごいですね。やっぱりこういうものがあるっていうことがこの町の歴史がわかるよね。こう見るとなんかコンクリの塊みたいに見えるね。もうこの幹の中から違う木が何本が出てる。こんなのねえ、この木の中から出ちゃってる。これはまた欅の枝が出てるんだ。ここからすごいもんだね、木ってな。おお、水が流れてます。これもあんまりないですよ。電車の上を、電車通りました。水が流れてる。これはちょっと面白いですね。電車の通るところがもうこの住宅地よりも低いから、電車の上にこのまあ一種のこの用水路を逃がす場所をここしかなかったんだろうね。面白いね、珍百景ですね。電車の上を水が流れる風景。でね、別の番組みたいになってしまいましたね。ですが珍百景登録ですね。あ、竹と民芸品の、こんにちは。いいですか、ちょっと何やってらっしゃるんですか。湯を溜めてるっていうか伸ばしてる。ああ、火で炙って。ええ、熊手の。ああ、熊手の絵。そうです。ああ、これはこの辺の竹ですか。これは千葉とか茨城の方の。ああ、竹ってもうねあんまりないんですか。千葉とか茨城にはあるんですか。はいはい。千葉って優秀ですね。おかしいの。千葉いいところ。ああさ、お邪魔します。お母さん、竹のものってどっかにある？竹の。実際に作ったものを見せていただくことに。竹のもの、ああここらにあるね。これなんかは何なんですか？これは面すくいなんですね。面すくいって何？手前があってつって、うん、煮込みうどんの時なんかだ。あ、これ今だって使えるね。はいはい、使います。うどんなんかの時に、箸で取れないから、はいはい、これでやれば一気に 5,6 本は取れちゃって。そうですね、これいいね。それ見たことないですね。ないね。手前があってなって自分の好きなものだけこう入るから、あ、手前があってって言ったんですけどね。これはいいね。スパゲティなんかでもこれでね、そうですね、取れますね。はい、
はあ、いろんなものがありますよ。ほら。それは湯豆腐すく。湯豆腐。はい、かわいいね。もう一度ね、僕らはこう本当に竹を見直した方がいいと思うの。竹ってあの毎年竹の子が出てきて再生が可能なのね。それでいて結構丈夫でね、軽くてあのすごくいいものなのよね。だけど今こう竹の作る方もあんまりいなくなったりしちゃったんだろうが、昔ほど竹の材料のものが各家庭になくなってしまったけど、 これはものすごく竹のこういうものっていいものが、我々の先輩たちがみんな使った、これ魚取る時のビクとかね、あのこういうものはすごくいいものがありますよ。いや生意気言うようだけど、この頃世の中がこう、うーん、今度のことなんかも含めて見直さなきゃならない時期に来てるんだよ、日本人の生活が。やっぱ省エネとかそういうことも含めてね、やっぱりあの昔の時代に使っていたものをもう一度見直してみるなんていうのも、大きな意味ではあの節電や何かになってると思うのよ。でこういうことも本当に僕そう思うんだよ。いいものいっぱいあるんだよね。面白いね。これは何だろう。え？これ何？あ、それはね、豆腐刺しです。湯豆腐。湯豆腐。崩れないです。足で掴むと掴めないのが、これだと掴めるという。こういうものはいいよね。湯豆腐食べたくなったな。これ買っといて袋に入れとこうよ。だ冷ややっこでもこれが食べやすいじゃない。買ってくるね。お母さんこれ一つください。あ、これ150円だからいいですよね。いいですか。はい、はい、いただきます。どうもお母さんありがとうございました。長い時間お邪魔していろんなもの見せてもらいまして、どうもどうも。昭和のものを随分見ました。僕はもっと長いしたいっていうか、ああいう竹細工の面白いものってのは本当にその時代を、その時代のことを感じますよね。竹から編み出されるそれぞれの役目を担った形、日本の素敵な道具ですね。電車を見下ろす丘にやってきたちいさん、今度は川沿いを歩いてみるようですよ。君たちは水陸両用でいざとなったらその中に入れてね、え、こんなのがあったら本当に虫や鳥はいいよな。昔ながらの街並み、豊かな自然、立川にもこうした風景が残っているんですね。この一角になんかちょっと、なんて言うんだろう、違ったこう空気が流れてる一角があります。ちょっと外から見ても分かりますよね。素敵なムードの緑に囲まれたおしゃれな建物、何のお店なんでしょう。こちらお邪魔します。お邪魔いいですか。ちょっと見せてください。はい、ぜひ。どうも。はい、素敵ですね。
落ち着いた雰囲気の中でゆっくりとお茶を楽しめるお店。でもどうやらそれだけでもないようですよ。今歩道橋の上から見たらこの一角だけ、はい、ものすごい綺麗で何のお店かなと思うくらい素敵に見えるのね。こんなに綺麗にたくさんの緑がこう植わってるけど、どなたがこれやってるの？こちらの建物はサンプルとして置いているような状態です。はい、お庭の相談とか受けたまってます。お庭の。こちらもともとは園芸品の販売店。訪れたお客にくつろいでもらいたいという思いから4年前にカフェをオープンしたそうです。素敵ですね。こういうところで仕事してたら気持ちいいでしょう。気持ちいいですね。もう緑がとても溢れているので、うん、やっぱり新鮮な空気吸ってるなっていう思いはするよね、はい、溢れる緑に囲まれてお店のおすすめを。うん、栗が、うん、これは優雅な時間だね。この椅子に座って外の緑を見ながらこの美味しいケーキとコーヒー飲むっていうのはね、はい、すごくいい時間だね。ありがとうございます、うん、今日はこちらを散歩の終点に決め、いつものように一日の思い出を絵手紙に。出来上がるまで今日のおさらいです。駅南口を出発し、ウドの和紙を発見。素敵なご夫婦の昔ながらのコロッケを堪能し、ユニークな竹の道具ににんまり。最後は優雅なひとときを味わった3時間4562歩のお散歩でした。はい、今日の散歩、4年ぶりに、来てみた立川。緑豊かな、自然豊かな、綺麗な水が流れている昔ながらの姿を見ることができたような気がします。特に感じたのは大きな木がたくさんあって、やはりここには古くから我々の先輩たちがずっと住んでいた町なんだろうというのが至る所にあったような気がします。出会った人たちも本当に穏やかでとっても歩きやすかったです。本当に素敵な場所でした。最後にお邪魔したこのガーデン&クラッツさんのお店の前の緑の様子を今日の一枚の絵にしてみました。このお店が緑で囲まれた素敵なお店であることが分かりました。そんな今日の一枚の絵です。散歩の前にコツコツ10秒体操。今週は足つり予防体操です。片足を一歩前に出し、両足をつま先立ちにします。この体勢を10秒間キープしましょう。ちーさんと5周年を記念して、ちーさんが描き続けてきた絵手紙483枚すべてを1冊の本にまとめました。詳しくは番組ホームページをご覧ください。